ドテラマンは、1986年10月14日から1987年2月24日まで、日本テレビ系列にて放送された、テレビアニメ、全20話。アニメンタリー決断制作以後、日本テレビとほとんど関係がなかったタツノコプロが、久々に同局と関わったアニメである。サダミツのテレビシリーズ初監督作品。 日本初の文字多重放送による字幕付きアニメであり、また、口述するように、音声多重放送を活用して、本編では日本語を話せない鬼像に吹く音声では、主にシーンごとに、ぼやきを入れさせる、秘密トークを流していた。タツノコプロのギャグ作品の脚本を、数多く担当してきた小山高生が、チーフライターを務め、かつて小山が関わったタツノコプロの、 タイム傍観シリーズを思わせるキャラクター、世界観を展開させた。また、当時の人気アイドルだった、斉藤由紀をモデルにしたキャラクターの、最高由紀が登場する。後に、アニメ雑誌、アニメージュにて、デザインを担当したアニメーターの後藤隆幸による、同キャラを主役とした4コマ漫画、困った紀ちゃんが20回連載された。当時ギャグ漫画家であった、シュガー佐藤により、 コミカライズ漫画化され、コミックボンボン1986年10月号から1987年3月号にかけて連載された。しかし、内容はアニメ版とは違い下ネタエログロギャグ漫画になっている。全26話の予定だったが、全20話で終了した。なお平均視聴率は9.8%である。小山高生は、打ち切りの原因について、おぼろげな記憶としながらも、 メインスポンサーとなったオトタオニクラを発売した、玩ング会社の経営が立ち行かなくなり、スポンサーを降りたことが一番大きな原因だったのでは、と述べている。2008年12月15日放送の、ヤッターマンにて、ドテラマンのキャラクターが描かれたクッションと、鬼像の置物が映っており、再放送を除くと、本放送終了から実に21年10ヶ月ぶりに、テレビ画面に登場した。 本作では音声多重放送を行っており、本編では地蔵語という人間では理解できない言語を話す。鬼像の言葉を副音声でその言葉の内容を日本語で放送しており、鬼像の言葉だけでなく様々な場面で鬼像による物語の解説や突っ込みが流れるというものだった。音声多重放送アニメにはステレオ放送を行った。 ルパン三世紀などの洗礼があるが、副音声を用いたアニメは、本作が最初である。当時は、まだ副音声機能が搭載されているテレビが、高価だったため、番組の副音声の企画を行っていた玩具会社、サンクテールが、音声多重チューナー、オトタオニクラを発売していた。この、オトタオニクラは、FM ラジオ放送と VHF1 から12、 CH のアナログテレビ音声のみ受信できる仕様で UHF で放送されていた地域では音声多重放送を実施していても使用することができなかった。サンクテールは番組のメインスポンサーでもあり鬼像の声を担当した淵崎由子本人が顔出しで音お,おに倉を紹介する CM が放送されていた。しかし実際に売れたかどうかが定かではなく、 小山高生自身も実物に触れたことがなく、関係者の間では冗談で CM を流したけれども、実物を売る前に会社が潰れたのではと言い合ったという。その小山がようやく目にしたのが、それから十数年後の西武園遊園地でのフリーマーケットで三井秀樹が見つけて手に入れたものだったという。再放送の際は本放送時に使用したシネテープではなく、 フィルムのモノラル光学トラックが用いられるため、テレビ、東京やテレビ、埼玉などで放送された際には、副音声側の音声は放送されなかった。本放送時に使用された16ミリシネテープの所在も不明となっていたため、再放送の際には副音声がない状態で放送されていた。ATX で再放送の際にも、 制作会社に確認したが、副音声素材は現存していないと返答が来たとされる。2000年から2001年にかけて、アニメ専門チャンネル ATX の再放送等では第7話が欠番になっていた。これに関しては何もアナウンスがない状態で放送されていた。原因について様々な憶測が流れていたが、実際にはフィルム原版を保管していた倉庫が、 災害による事故に遭い、第7話のフィルムが修復不可能になっていた。その後、新たに放送用テープを原版から作成したため、第7話が欠番状態となった。しかし、第7話はシリーズの中でも一番人気のエピソードであり、ファンから放送を要望する声が高かった。そのため、どうにか復元できないかと改めて創作した結果、他の倉庫に、 本放送時に使用された 16mm フィルムが残されていたことが判明、このフィルムをもとに新たなフォーマットとして使用できる状態とし、2008年に行われたイベントで1回上映された。また、2010年には DVD ボックス化、それに先行する形で ATX で放送された。また、副音声に関しても音源テープの所在が不明となっているため、 再放送では再現できていなかったが DVD ボックス発売にあたりこの作品を商品化する際に不可欠であるとして創作を行ったところ放送時と同じ状態で録画されたビデオテープが保存されていたことがわかりこのテープから副音声部分を抽出し復元を行っているなお日本テレビ系列の本放送時は上記の本放送用16ミリフィルムと16ミリシネテープを 同期させた状態でテレシネ装置でフィルムからビデオ信号に変換をした上で1インチ C タイプ VTR に収録し放送マザーとしていた漫画家の勝川勝氏が自分のキャラクターを登用されたとして日本テレビ辰の子コプロくのり一平を訴えドテラマンの放送中止などの仮処分を求めた事件である勝川の訴えは タツノコプロは1984年から1985年6月にかけて、勝川の作品の映像化権を得た過去があり、また、ドッテラマンの絵柄がキュウリの本来の絵柄と異なること、勝川ファンや漫画家や編集者などが絵柄を真似たと思っていることが根拠とされた。しかし、ドッテラマンのキャラクターと、勝川作品のキャラクターとを比較した上で、デザイン上の類似性は認められず、 画風は著作権法による保護の対象外とし、東京地方裁判所は1987年5月15日に著作権侵害を認めず、勝川の訴えを退ける判断を下した。この裁判については、原告の勝川が表紙やカットを描いている漫画情報誌、コミックボックスが1987年2月号から8月号にかけて断続的に、 全4回のレポート記事を掲載。勝川を全面的に支援していた。平和な八本木の町で突然、大仏が動き出した。それは、自分が有名になりたいという、インチキ大王の鎮騒動が開始された合図だった。同じ頃、幼馴染同士のはじめとマリコは、はじめの部屋で、鬼次元から来た、名探偵である図鑑即熱から、インチキ大王にさらわれた鬼の探索を命じられ、 スーパーヒーローに変身できるハイパードテラを授かる。大暴れする大仏を目の前にした二人は、ハイパードテラを自らの真上に放り投げ、ジャンプしながら身にまとって変身し、ドテラマンとドテラピンクが誕生した。こうして二人は図鑑即熱の女子である鬼像と共に、インチキダヨとその娘であるシシュンキラ鬼たちとの、はちゃめちゃな戦いに巻き込まれていった。 大田社から大都会まで何でも詰め込んだ街である、東京都荒宿区の八本木を舞台に、八本木八丁目八番地に、住む三人の小学生と小鬼と、中年親父が、鬼次元の鬼たちと家族らを巻き込んで、近所同士お互いにその正体に気づかないまま、時には戦ったり、時には共に遊んだりして、シュールレアリズムな日常を繰り広げる。元に短期、陰気の三名は、 ヘソコンによって最初に支配された例だったが、実は最終話に至る遥か前にコントローラーの効果が呆れており、彼ら自身の意思で大王に従っていた。これらの歌は日本テレビ系列での本放送時、副音声側はカラオケになっていた。放送系列は放送当時、放送日時は1987年2月終了時点のものとする。曲名が 太字のつぼねは親局がアナログ VHF 局。当時の日本テレビ系列の火曜19時代は同時ネットであっても番組販売扱いでローカルスポンサーに差し替えられる局もあった。さらに北日本放送、日本海テレビなど本番組をネットしない系列局もあった。また、石川県域では日本テレビ系列局がなく、かつ、 系列外局への番組販売も実施されなかったため、放送されなかった。ABCDEFGH、ドテラマン DVD ボックス付属ブックレットより。なお、親局が UHF の日本テレビ系列局であるテレビ岩手、宮城テレビ、福島中央、テレビテレビ新潟、静岡第一テレビ、中京テレビ、福岡放送、熊本県民テレビなどでは、 ごく一部の放送エリアを除き音声多重放送を楽しめなかった模様である。番組スケジュール2000年12月10から2000年12月16日 ATX 公式サイト内、ホットニュース ATX 公式サイト内、番組詳細ドテラマン ATX 公式サイト内2010年の ATX での放映では、曲側が二重音声のフォーマットに対応していないこともあり、 副音声は DVD 特典とされているためテレビ放映時の素材とされていない作中では最高と伸ばして発音されているがクレジットは最高行き。テレビ局ネットワークアニメディア1987年3月号学研79から81ページをお,おっとお待たせ。アクションギャグアニメドテラマンついに初 DVD 化。 タツノコプロ公式サイト内2010年8月5日。ありがとうございます。